起きちゃった？まだ寝てていいのに。あ、僕？なんかね、目が覚めちゃって。喉渇いて水飲みに来たらさ、もうすぐ朝だなって思って。ほら、もうすぐ夜明けだよ。一緒に朝焼け見る？寒いからこの毛布の中着て。ああ、もう冷えちゃってる。ねえ、もっとギュッてしてないと毛布から出ちゃうよ。君はちっちゃいから、僕の腕の中にすっぽり。かわいいな。なのにかっこよくってさ。君ってすごいよ。君が帰るまでに、僕、お酒飲んじゃってたじゃん。あれ、君にも聞かれたんだけど、ちょっと考え事してたの。言いたくないわけじゃないよ。ただね、僕が自分で解決したいことだったから、心配かけてごめんね。頑張ってくるから、ちゃんと解決して追われた時話聞いてほしいな。いい？ りがとう。頑張るね。ほら、朝焼けだよ。よく晴れてて綺麗だね。朝日がキラキラしてて、君に光が当たってすごく綺麗。ねえ、ちょっと上向いてみて。もう来。なんて顔してんの？ 普段しないからこそいいんじゃない？ねえ、今も眠い？まだ出かける準備する時間までだいぶ余裕あるよね。一緒に外に歩き行かない？こんな綺麗な朝焼けでさ、空気も澄んでて、僕歩きたくなっちゃった。 帰ってきたら朝ごはん僕が作るからね、お願い。昨日のうちに君が好きな朝ごはんの材料買っておいたんだ。僕特製のコーヒーもつけちゃう。ねえねえ。ねえねえ。やだ。一緒がいいのに。一人じゃつまんない。一緒に行こうよ。ダメ？本当？ちょっとだけ。する。でも、つないでくれる？早朝だし、ちょっとだけだから。誰も見てないよ。え？ 僕がこんなこと言うの珍しい。
お酒入ってなくても甘えたい時だってあるの。いいでしょ。だってデートの時だっていつも手つながないしさ。あれ、本当はちょっと、かなり寂しかった。僕は君より年下だけど、かっこつけたかったっていうのもあるけど、手をつなぎたいって言い出せなくなっちゃって。これからデートの時もつなぎたいんだけど、いい？ やった、約束だよ、つなぐからね。朝はやっぱりちょっと冷えるけど、歩いたら暖かくなるよね。服どれにしよっかな。テンション上がるの当たり前じゃん。君とお散歩デートだもん。ほら、君も早く着替えて。行くよ。